を開いて。ジャパンカーレスキュー。就職したい企業第1位、ジャパンカーレスキュー広報部エリです。前回の動画ではホンダコネクトディスプレイならではのナビの自動地図更新サービスやホンダアプリセンターなどをご紹介しました。初年度1年間は無料で使えるサービスもあったんですが、月額使用料等がかかるという問題がありました。詳しくは概要欄にリンクを貼っていますので、そちらをご覧ください。またベゼルの紹介や走行の様子などいろいろな動画を投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今回は無料で使えるディスプレイオーディオとしての機能をご紹介していきます。最後まで見ておくれやす。スマートフォン連携やっていきたいと思います。こちら新しい機器を接続する、接続可能な機器ということで iPhone と出てます。接続する場合はこちらに接続用の USB がありますので、USB ケーブルを挿していきます。こちらの iPhone と接続の線をつないでいきます。この機器を Apple CarPlay で使用しますか。 Apple CarPlay 使用中は車両から位置や速度など車両情報が iPhone へ共有されます。接続します。カープレイを開始するには iPhone のロックを解除してくださいと出ましたので解除しました。これでディスプレイオーディオとして使うこともできます。 Apple CarPlay こういった感じで出すことができます。 Google マップ、 Yahoo カーナビ、 LINE アワーなど非常に簡単に接続することができました。この場合は社内 Wi-Fi ではなく、こちらの iPhone の Wi-Fi を使う形となります。こちらのボタンで音声コントロールすることもできます。Google マップを開いて、このあたりは他のディスプレイオーディオとも使い方は同じです。カインズホーム、目の前のお店、1分で行けます。西に進んで国道47号に向かいます。目の前ですのですぐ行くことができます。一度案内は終了します。こういった形で Apple CarPlay で連動して使うこともできるようになってます。ホームボタンで元に戻ることができました。ここで一旦線を抜きまして、 Apple CarPlay は終了していきたいと思います。スマートフォン連携終わりました。ジャパンカーレスキュー。今度は Bluetooth オーディオ使っていきたいと思います。機器が接続されてませんということで、新しい接続、ホンダベアリング末許可、これでオーディオ電話が使えるようになってます。 Apple CarPlay を選択する場合はそちらで電話とオーディオができるようになりますので使えなくなります。 Bluetooth と併用することはできません。ミュージック内に iPhone の既存の曲しか入っていませんでしたので、ちょっと別のものでかけていきたいと思います。一応こちら YouTube の画面を見ることはできませんけれども、音声だけは聞くことができまして、ここに表示も出してくれるような感じとなります。今は BGM ではなく、この車内の音をそのまま利用しています。Bluetooth で接続しても電話をかけることもできますし、履歴、電話帳、よく使う項目など選ぶことができるようになってます。
もう一度 Apple CarPlay 接続していきたいと思います。これで Apple CarPlay に接続できましたので、こちらでももちろん電話を使うことができるようになってます。それではこちらアプリ一覧を押していきます。こちらアプリの一覧が出てまいりまして、アプリインストーラーなどこういう感じで何を表示するかっていう感じですかね。ホームに表示するしないを選ぶことができます。これで使うこともできます。今は Wi-Fi がない状態となってますので、こちらアプリとしてはこれだけなんですけれども、 Wi-Fi を購入して使う際にはアワやラジコなどを使うこともできるようになっています。こういう時計表示もしてくれてます。壁紙設定、あら、いろんな、ちょっと怖いですね。虫が嫌なので、こういうスッとしたやつに、あ、いいですね。こういう感じで時計も表示できます。ここにも時計出てるんですけど、さらにアナログの時計を選んだりとか、壁紙設定で変えたりできます。ちょっと見づらいですかね。でいろいろと変えられて、画面自体も本当にとても綺麗ですし、画質も高いように感じます。反応の速度もいいですし、とっても使いやすいと思います。こちらで本体設定なども行うことができるようになってます。こちらの車両設定で車両についての細かな設定ができるというふうになってます。